皆さんこんにちは。教えてキャラで、今回はゲームの指導をされている村上先生にお越しいただきました。先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速質問なのですが、あのゲームとしてはどんなことが学べる授業があるんでしょうか？そうですね、なんかゲームって聞くと、うん、あのプログラミングができなきゃダメじゃないかとか、うん、でそうすると数学ができなきゃダメなのですかとか、いろんなことよく言われるんですけど、全くそんなことはなくって、もう本当に基礎の基礎からやっていくし、あので全部が全部デジタルゲームを作るわけでもなく、中にはアナログゲームを作ったりとか、あと最近だとシリアスゲームって分かります？もう他大学ではもう結構やってるんですけど、芸術大学はちょっと遅れ気味っていう、要は社会問題をゲームの力を使って解決しようというもので、あの本当に普通にボードゲームで遊んでる感覚なんですけども、はい、遊び終わる頃にはそのいろんな社会問題に興味を持っているとか知識が増えるといったような、まあ、チーク玩具の延長版みたいな面白いものがあるんですけど、そこにちょっと今力を入れているところで、で技術的なことは何も教えてないんですよ。そうなんですね。ゲームのゼミに入ったところでゲームの作り方は一切教えていない質問されれば答えますけど、あのいや、なんでそんなことしてるかっていうと、ゲーム業界ってあの動きがもう早すぎるんですね。で今1年生で入ってきたとして、卒業する頃にはもう全く違うテクノロジーが生まれて、もう業界の仕組みも変わってるかもしれないし、それに合わせて今の技術を教えたところで正直意味がないなと思って、もっと根本の人って何だろうとか、面白いって一体何なんだろうとか、遊びの根本を考えることによって、まあ、それをどう活かせばいいか、あとはもう筆が変わるだけなんで。なるほど。それはもう社会出たから勉強してよとか、あと YouTube 見りゃ分かるようなことは教えたくないんで、うんうんうん、勝手に調べて明日までに覚えてきてって言って、それをもとに授業をやったりとかなんで、そんなようなことをやってますね、うちは。なるほど。もっと根っこの部分を学んで、それを自分たちであのやっていくっていうような感じなんですね。そこだったら勝手に学びたいと思うと思うんですよね。なるほど。技術はもう好きにしてください勝手に学びたい人は学ぶだろうし、はい、ありがとうございます、はい、あのゲームって本当に今いろんなジャンルがあると思うんですけれども、学生さんがその自分で作るゲームっていうのは本当に自由に選択ができるような状態なんでしょうか？もう本当に自由にさせてますね。あのただテーマのないものは許さぬと言っているのでなんとなく作りましたとか、好きだからやりましたではなくて、何を表現したいのかっていうことが一番大事なんで、まあ、そこをとにかく重要視すると、で本当にコンセプトとして、あのそれを聞いた時に面白いのかどうなのか、そこがブレる子って結構いるんですね。やっぱりこんなキャラクターを動かしたかったとか、そういうので作ろうとする人っていうのは絶対に後々もうブレブレで、結局何度も何度もこっちがちゃぶ台ひっくり返すことになるんで、今ゲームゼミの名物みたいになっちゃってバンバンひっくり返すっていう。そうなんですね。一発 OK 基本ないんで、うん、でもやっぱそこに耐えうるなんか体力をなんか1年生のうちに身につけるというか、まあ、そんなようなことやってるんですけど、あのもう一個、高校生の方からよく上がってくるのが、はい、ゲームってすごくたくさんの工程が細分化されて、それが組み合わさって一つのゲームになると思うんですけど、その全ての工程が一人でできるようになるんでしょうか？一人でもできます。あの、やっぱり企画考えてシナリオ書いてデザインしてプログラミングやって、で最後の仕上げ展示のところまでっていうのもいますし、はい、でやっぱりプログラミングは苦手っていう子も多いんです。やっぱり絵描きたくて入ってきてる子の方が多いので、でそういう子はもうデザインに徹してプランニングとかプログラミングができる子とチームを組んで一緒にやるみたいな感じで分散するようにしてます。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、それではあの次の質問に行きたいと思います。そんなゲームのゼミではどんなことをあの日々やっていらっしゃるんでしょうか？まあ、基本的なさっき言った遊びとは何かみたいなこともそうなんですけど、あのゲーミフィケーションって聞いたことあります？いや、聞いたことないです。あのこれもさっきのシリアスゲームとは似てるんですけど、はい、ゲームの中のゲーム性を日常のいろんな面に、反映させて、消極的な人間を能動的に変えていくみたいな、そういうことがあるんですけど、そういった実験的なことをやっていたり、まあ、だから学内にいろんないたずら仕掛けてそれをみんなで観察してみたりとかっていうようなことであったりですね、はい、あの前にアドミッションと組んであの作った
あれですね、アドベンチャーゲームありましたね、はい、学内三作の瓜生が如くっていうふざけたタイトルのゲームなんですけど、はい、うん、あれも結局オープンキャンパスをゲーム化しようっていう発想じゃないですか、はい、だからそのなんだろうな、普通強制されてやるようなこととかを、うん、自分から勝手に動きたくなるような仕組み作りっていうのを遊びの力を借りてやっていこうっていう、そういう取り組みとかがまあ割と多いかなと思ってるので、で、はい、他大学では結構もそれ進んでるんですね、特に一般大学なんかでは。そうなんですね、はい、うんうん、でもうゲーム業界が潤ってるということもあって、うん、まあ、どん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 人材も増えてきて、うんうん、会社も増えてるんですけど人材が全然足りていないと。はー、うん、ですけどその時にテクノロジーだけ学んでる人を送り込んでもしょうがないので、うん、絵が上手いというよりは面白い人育てたいっていう方向がまあ割と多いのかなと、うん、でまあそういった、ゲーミフィケーションと、うんうん、あと、まあ、デジタルゲーム、はい、アナログゲーム、うんうん、こういったものの制作もやってますし、あと、これもさっき出ましたけどシリアスゲームの制作だったりとか、あと2年生になるとあの脱出ゲームというものを作るんですけど、はい、毎年やってらっしゃいます。あ、そうです、もう恒例行事になっちゃってるんですけど、うん、はい、あの10人ぐらい部屋に閉じ込めて1時間以内に脱出できなかったら殺すっていうやつなんですけどあれをやって、うんうん、であれもただゲームの作り方を学ぶっていうことじゃなくて、うん、あの緊張感を演出するってどういうことなんだろうかとか、あとその1時間という決められた時間の中でリアルタイムで全部が進んでいくので、はい、運営する側ももう秒単位でみんなで連絡取り合いながら裏で動くんですね。なるほど、うん、今何問目解きました、じゃあ次の仕掛けお願いしますみたいなの裏で連携して、そこが一歩でも崩れるともう全部ダメになるっていうプロジェクトなので、うんうん、演劇の感覚に近いですね。なるほど、もう1秒たりとも失敗許されないっていう、あの極限の緊張感を学生に味わってもらいたくてで、まあ、チームビルディングの役割もありますし、うん、それを一回経験するとやっぱりもう結束が一気に固まって、でそこからの制作がすごく楽になるっていうのがあって、うん、全体的にはそんな感じですかね、うんうん、ありがとうございます、はい、あのまあ高校生の皆さんきっと何かね技術とか知識を教わるっていうのをイメージしていらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、今の話聞いていただいて分かったように、まあ、考え方とかね、まあ、チームワークとかそういったところもすごく学べるっていうことが分かっていただけたんじゃないかなと思います。ゲームのゼミで学ぶ学生さんはどんな力が身についていくんでしょうか。まあ、本当にいろんな領域とのコラボレーションなんかもあって幅広く学んでいくので、うん、なんでしょうね、やっぱ対話力とか、あ、まあ、そこがまず根本的にまあ、大きく変わってくるところかなと思うんですけど、まあ、発想力であったり、まあ、物作る力、あとやっぱり締め切りが結構厳しい世界でもあるので、あのワークフローをちゃんとしないと、なるほど、この人が遅れるとあと全部遅れるとかってあるんで、そこの連携とか、うん、ほうれん草みたいなものの基本がしっかり学べるというのが一番大きくて、あとその遊びを作るってことは人間を知るってことになるんですね。さっき言ったいたずら仕掛けたらどう動くかなっていう、はい、うんうん、だからここまで言うと人は怒るなとか、うんうん、なんで自分は今悲しい思いしてるんだろうとかっていうことを理解することにもつながってくるん で、うんうん、でそういったことを経験して、まあ、それが遊びを作るということにもつながりますし、うんうん、遊びを作ることによってより人間のことも分かってくるしっていう、なんかその循環ができてるのかなっていう、うん、まあ、本学が大事にしてる、まあ、人間力強化っていうところですかね、うんうん、そこをやってますね。でそのついでに、はい、テクノロジーが身についた。やる子は勝手にやるという感じ。なるほどなるほど。はい、ありがとうございます、はい、まあ。ゲームだけではなく、もうどの業界でも通用するような人間としての大切な部分がすごく育つんだなという印象を受けました。ね、ありがとうございます。それではあの最後の質問になるんですが、そんなキャラクターデザインコースキャラデを目指す受験生の皆さんに先生から受験のアドバイスをお願いいたします。受験のアドバイス、受験のアドバイス、そうですね、やっぱり入り口はみんな絵描きたいと思うんですね、うん、イケメン美少女好きですよねっていうところで、そうですね、うん、でそれは別にいいと思います、うん、あの好きなように描いてもらったらいいんですけど、あのそれを作る上でなんでそれを作りたいのか、あの何を作りたいかじゃなくてなぜ作りたいかっていうところをちゃんと意識しといてほしいなって思うんですね、うん、誰に何を伝えたくてそれを表現しているのかがないと、うん、結局ただの誰かの模倣で終わってしまって、うんうん、なんか例えば卒業して就職できたとしても、うん、
作業員で終わってしまうと思うんですよ。要は使い捨ての存在ですよね。なるほど。君の代わりなんかなんぼでもいるんだよって言われちゃうので、それよりはゼロから考えて、うん、ちゃんとテーマを持って人に伝える力を持つっていうことが大事なんで、うん、やっぱり受験の前にもやっぱり言われた通り絵を描きましたではなく、うん、私はこういうことを表現したいってしっかり言えるような、まあ、主張みたいなものを持っておいてほしいかな。そのためにやっぱりいろんなものを見ていろいろな人と話をするしかないと思うんですね、うんうんうん、人の価値観とか分かってないとただの押し付けになっちゃうんで、うんうんうん、なんで今はとにかくいっぱい遊んでいっぱいいろんなものを見て触れて、うん、で勉強も少ししてほしいあ、勉強した上でですね、はいはい、ありがとうございます。それでは今回お話しいただいたのはゲームの指導を担当されている村上先生でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。